はい、第304回始めます、もう2022年10月9日の今深夜、もう12時近いですね。304回はですね、同僚の女性宅、仕事の同僚の女性宅に半年で12回侵入、盗撮用カメラ設置、いやストーカーというか変態というかそういうニュース、京都新聞、大津地裁の判決が出ましたということで、まあ、被害者がね、どれだけ傷ついたか、しっかり理解できていないと、少しでも思いを、理解していけるよう、カウンセリングを受けたいと、この言葉、この加害者の男、29歳の言葉ですね、まあ、反省してね、るみたいです、うん、ストーカー規制法違反で逮捕されたと。7月22日午後、黒いスーツ姿で滋賀県の大津地裁に出廷した男、29歳。ハキハキした口調で語ったと。まあね、どんだけね、相手を傷つけたか、まだしっかり理解できていないと、少しでも思いを理解してカウンセリングを受けて矯正したいみたいなね。病院で臨床検査技師をしていたというこの29歳の男。治療の必要性を自覚していたのは医療従事者だからだろうかと。認知行動療法による治療を受け始めていると受け始めていると説明したと。もうほとんど病気だと自分は、行動を改善していくのが認知行動療法だと。被告の認知はかなり歪んでいたと、病院の同僚女性へ、同僚女性に好意を抱き、スタッフルームで、彼女のアパートのスペアキーを入手すると、2019年11月から半年間、12回にわたって、侵入を繰り返すと。で、女性の部屋に、同僚女性の部屋に侵入を12回、半年で。で、当初は部屋の中を見て、まあ見るだけだったけども、カメラを設置して、生活の様子を盗撮するようになったと。被害者が犯行に気づかないまま転居した、ため被告は今年2月病院の女子トイレに侵入、個室の上からカメラを差し込んで盗撮、ここで被害者女性が気づいたと。今年2月で、被害者の意見を検察官が、代読すると、女性としての尊厳を踏みにじられた、もしかしたら被告が入ってくるのではないかという恐怖と、で、わずかな物音でも目が覚め、夜も熟睡できなくなったと。盗撮カメラの存在に怯え、寝ても覚めても安心できず事件を思い出す毎日、心を壊した罪がどれだけ重いか伝えたい。なぜこんなに苦しまなければならないのかという女性の思いですね。で、このね、女性の思いを目を伏せてじっくり聞く被告ということで、つぶやくように、初めて被害者の思いを知りましたと、どういう思いをしているのか初めて知った、自分の行為が大きなことだと、本当に申し訳ない気持ちでいっぱい、カウンセリングをしっかり受けて、反省したいと。8月24日、被告は背筋を伸ばして判決を聞いたと。懲役2年6ヶ月保護観察付き、執行猶予4年。執行猶予つきましたか。なるほどね。で、性犯罪者処遇プログラムっていうのがあって、それを実施すると。これ保護観察になった男性加害者を対象に、した最新の調査では、プログラムを受講した場合の再犯率は 26%、しなかった場合、受講しなかった場合は、違う、逆だね。プログラムを受講しなかった場合の再犯率は 26%、受講した場合は 16% で、そう思ってる。まあ、15% か 26% だって微妙だけどね。まあ、受講した方がちょっとは改善されると。再犯率は下がると。被
被告が問われたのは住居侵入、ストーカー規制法違反、滋賀県迷惑防止条例等違反の罪。同僚女性の勤務時間、ね、同僚女性だから勤務時間が分かるとシフトとかを把握し、自宅への侵入を繰り返した。怖いですね。後半では起訴内容を認め、再発防止プログラムを受講していると明らかにしたと。被害者との接触を現に禁止するなどしながら、専門家の管理監督下で、奥野が相当として保護観察処分付きにしたということです。すごいですね、同僚女性、勤務時間把握してるからね、合鍵、ね、スペアキーをどっからか入手したって言ったね、これ。そっからだもんな。スタッフルームで入手した、スペアキー、スタッフルームで彼女のスペアキーを入手なんてあるんだね。まあそれで部屋に、ね、女性が、恋を寄せる女性が勤務中に部屋に侵入して、さらにもう盗撮カメラまでつけて盗撮して、でその女性が引っ越したら、そのもう盗撮できなくなったもんだから、女子トイレだっけ、女子トイレ、病院の女子トイレに侵入、もうちょっとやっぱ病気ですよね、これね。こういう男が多いから、こんな変態というかストーカーまがいのが多いから、で最近の女性もね、本当男性不信に陥ってるんですよ。まあ気持ちはわかる。これね、やられた方はたまんないですよね、本当に、ね、眠れない、夜も眠れない、安心して、で常になんか盗撮されてるんじゃないかって風になりますよ。まあ暴力的なっていうかね、しつこいっていうかね、本人も多少、まあ、まともな部分もあるから、反省してるし、自己プログラム受けて更生したい、みたいなこと言ってるし、多分嘘じゃないと思う。でかなりまともな面もあるんで、よかったら、この暴力的なとかね、一方的に好意寄せてね、何十箇所も刺されるとか、そういうね、ありましたね、カラオケパブのやつ、天満、大阪、やりましたね、あれ何回だったかな。かわいそうでしたね、あのストーカー事件もね。そういうのがあるからね、今の女性、男性不信になってね、少子化、高齢化、晩婚化、もう結婚しないでいいみたいな、いうふうに考える女性も多いと思いますよ。まあ、男、なんていうかね、本当に。まあいいや、そう、それで私、私っていうか、私はね、感じるのは最近、私何度もね、転職というか、まあね、ダメンズ代表の団塊ジュニア、ですんで、まあ何度も転職してるんですけど、まあ新しい転職先、職場行って、まあ最初ね、皆さん知らない人で、まあ仕事とかしながら、世間話とかするんですけど、まあ最初の導入、会話の導入として、例えば田中さんとかね、高橋さんとかね、田中さんって家どこなんですかって聞くんですよ。まあ年齢、例えば女性だったら年齢って聞きづらいからね、まあ無難に、今日天気いいねみたいな、そんな話ばっかりしてらんないんで、どこから通ってるんですかみたいなことを聞くと、もう警戒してる人は大体ね、言わない。あ、近くですよとかね、歩いてきてますみたいなね、それ以上突っ込まない、私も何も本当に知りたいわけじゃないから、ただ単に、時間つなぎ、何でもない会話をね、黙ってるわけにもいかないからっていうことで聞くんですけど、警戒してる、うまい答えはね、こっから25分ぐらいとかね、地名は絶対言わないですよ、国立から来てますとかね、立川から来てますとかね、八王子から来てますとか言わない、地名は言わないというね、だいたい30分ぐらいのとこですとか言う、まあ無難、うまいですよね、もう本当にね、その女性の警戒具合が分かるね、どっから通ってるんですかとか聞くと、本当に警戒してる人はね、何も言わない、まあまあまあ、普通に皆さんと普通ですよとか言ってなんだよその皆さんと普通ですよって、日本語になってねえぞっていうね、そういうごまかしとか、まあでも気持ちは分かる。
まあ私もね、旗から見たらちょっとこわもてのおっさんですから、ストーカーになるなったら厄介な存在に思われてるのかもわかんないですけど、まあしませんよって言ってもね、初対面ではね、ほんと人相で判断されるんでね、こわもてはほんと困るんですよ。ええということで、これ聞いてもらってる人結構ね、おそらく私の同年代の方、もしくはそれ以上の方がね多いと思うんですけども、困っちゃいますよね。おっさんはね、警戒されてどこ行っても煙たがられるっていうかね、おっさんですからしょうがない。ということで304回終わります。次305回です。はい、ありがとうございます。チャンネル登録できたらお願いします。失礼します。